지난번 영상에서 하루 동안 함께한 우리 일본의 지하 아이돌 오타쿠 동생. 이번에는 도쿄에서 나고야까지 원정을 무려 3일 동안 간다고 해서 또 한번 제가 따라가 봤거든요. 근데 일정이 굉장히 빡세서 첫째 날은 바로 라이브 관람 후에 술자리 한번 갔다가 야간 버스로 밤 12시에 나고야로 출발. 새벽 5시에 도착한 둘째 날은 목욕탕 갔다가 아침부터 하루 종일 라이브 관람 후에 저녁에는 캡슐 호텔에서 숙박. 마지막 셋째 날은 무려 오프카이라고 하는 이 아이돌들과 음료나 과자를 먹으면서 오프라인 만남을 갖는 행사도 있었는데요. 최애 유료 물품 구매에는 정말로 돈을 아끼지를 않는데 그 이외에는 최소 비용을 위해서 뭐 버스나 캡슐 호텔을 이용한다든지 또 최애 생일을 기념하기 위해서 자비로 막 야광봉 50개를 준비한다든지 피곤 했지만 너무나도 즐거웠던 우리 오타쿠 동생과의 3일 동안의 모험에 동행하기 전편 영상 같이 한번 가보실까요? 久しぶりです。お元気ですか？あ、元気です。また会えて嬉しいです。あ、こちらこそまた会えて嬉しいです。なんか髪切りましたね。あ、はい。あ、かっこいい。ありがとうございます。今日なんかみゆちゃんのお誕生日会。 そうですね。生誕祭ではないんですけど、今日は誕生日当日なんですよ。ああ、そっか。当日のライブ。え、そうなんだ。でも今日は生誕ではないんだ。あ、そうですね。生誕祭はまた来週なんですよ。あ、そうなんだ。あ、こっちですか？あ、ここです。ああ。何ですか？見てみていいですか？ すごい。なんか同時にバーンとか。そうですね。感動しちゃうかもですね。泣いちゃうかも、みゆちゃん。そうですね。今日は生誕祭じゃないかなと思ってるんですけど。ああ、そっか。生誕祭の時もっとなんか。もっといろいろ、まあこれももちろん配るんですけど、花とかもあるし、ケーキとかもあるし。あ、くる時それよ、配る？すごい。すごい。もう入り口で。すいません、最初のグループの1曲目でお願いします。ああ、色計算中のな、手バギだ、ロブン。すいません、最初のグループの1曲目でお願いします。ああ、要はブス、ワンジャニーくにゃん、もうメニー上というロケをしみあなこがつんで。手バギね。みゆちゃんね、くるびかちゃん、처음이라서、저희는、え、かちゃんもんじゃ들어왔습니다。오늘또、팀이많네、되게。すいません、最初のグループの1曲目でお願いします。わあ、이걸계속합니다。わ
グループの1曲目で。ありがとうございます。でもこれやってたら前の席取られますよね。あ、荷物置いてる。あ、荷物置いてるから。이렇게관객들은점점차가는데아직까지도저렇게입고서서자기최애의생일이벤트를위해서저렇게하고계시네요。え、今50本。あ、そうですね。一応今日50本持ってきて、はい。で全部配り終わりました。すごいですね。え、これ結構高くないですか、それも。そうです。まあまあ高いですね。まあ大体でも1本100円ぐらい。1本100円。だったら何5000円？まあ大体そのぐらいです。安くない、全然安くない。さすがです。
回収までもするんですね。そうですね。ああ、そうなんですね。ゴミにならないように、すごい。迷惑にならないように。すごいですね。お誕生日おめでとうございます。写真撮ります？撮ります。なんか私こうするから、もう無視して、もう完全無表情で怒ってるような。あ、こんにちは。あ、今日スーツでちょっと知らなかったです。名古屋も行くんですか？明日はちょっと行けずで。あ、忙しいですね。ラジオ体操だけ行きます。あ、それも名古屋。それも名古屋。あ、じゃあ日帰りで行くんですか？さすがです。じゃあまた明後日お会いしましょう。ぜひぜひ。行きます。お願いします。はい。すいません、すいません。いいですか？やっと来ました。私すごい無表情で怖い顔でいいですか？私やるからもう無視して。分かった。うんうん、はい。ありがとうございます。やっぱり皆さん元気です。お元気ですか？可愛いですね、やっぱり相変わらず。本当本当に。なんかそれこそ韓国のあのジェームさんの YouTube 見て、うん、韓国の人がなんか DM でメッセージくれて。あ、本当ですか？優しいと思って。あ、よかったよかった。なんかライブとかやってる時見るとなんか韓国人が結構コメント書いたりしますよね。そうこっそり見てますよ、たまに。はい。なんかね、私のこと応援してくれてる方が、なんか私の生誕来月、うん、11月にあるんだけど、なんか生誕は行きたいですみたいな、うん、言ってくれてたから、もしかしたら初めて会えるかもしれない。うん、あ、そうなんですね、韓国人が。そう、名古屋行きますよ、名古屋も。あ、そうですか。うん、楽しもう、名古屋。うん、また会いましょう。ありがとうございました。안녕。안녕。안녕。あいご、좋네。今日めちゃくちゃ良かったです。前回より全然良かったです。どんどん慣れるから、音楽がそっちの方がもっと楽しいなと思いました。本当ですか？曲覚えてくれました？うん、好き好き、本当に好き。ありがとうございます。名古屋にも行くので待ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ゆるいちさん、まだまだですね。まあ、そうですよね。結構何回回りました今？今4回ですね。あ、4回、今回目、今が今回目。5回目。すげえな。これから他のファンたちと一緒に飲みに行く感じ？そうですね。また時間余裕ありますもんね。まあ、かなり時間ありますからね。11時半とかでしたよね。確か11時45分です。45だから、はい、まだ3時間近くあります。うん、バスの時間まで3時間近くあるので、はい、これから飲みに行って、飲んだらもっとバスで寝れるかもですね。あ、確かに。バスでゆっくり寝れるといいですよね。そうですよね。아니여기앞자리에앉은분도이게다오늘찍은거래요。에これ全部今日撮ったやつですか？本当に？에これ全部今日？13日。すごいな。오늘찍은체키를처음부터저렇게놓고서다같이찍으시네。오케이。オタコでの沈黙입니다。なんか、こういう外国でも、はい、タイとかインドネシアとかはオタク文化がすごいみたいで。え、これタイですか？これ、これタイでみんなやってる人タイ人ですね。すごい。なんでこんなに分かってやってるんだろう。なんかみんな日本語のなんかミックスを全部覚えてるんですよ。すごい。자밤10시40분이제다마시고일어났는데요어한분이돈을많이내주셔가지고저는1000엔밖에안냈습니다다른사람다1000엔밖에안났어지금부터는글쎄버스시간이여러분11시45분이거든요슬슬신주쿠가면되려나고탄다역으로와서 JR 타고네신주쿠갑니다신주쿠역에서이제하차를했고요버스를타러이동하고있습니다5-6시간정도밖에안되는데밤거의12시에출발을하기때문에아침5시에나고에서도착을할것같습니다사람참많은데요이11시5분인데와우저희여러분그우리촬영을도와주려고오늘아직까지직원은아니지만은아직까지직원아닙니다시험대에오르신 현우님잘부탁드릴게요예예예죄송해요처음부터양행버스로다가제가이렇게아우괜찮습니다근데오늘아시죠오늘뭐지버스가좀딱딱하다고들었는데불편할예정이라서아니여러분이게진짜무슨침대버스가아니고
그냥 관광버스인데? 딱딱한데요 너무? 아, 그 옛날에 80년대 80년대 살아보지도 않은 친구가 몇 년생이에요? 98년생입니다 98년생이요? 네. 90년대도 많이 안 살아봤네 신주쿠 안녕 이제 나고야로 가겠습니다 잘 지내셨습니까? バスが5時に、シゲル、5時、5時に行くのが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 、5時に
店に向かっておいて、あ、まあ、なんか朝ごはんとか食べます？ゆりおちゃん、すいません、あの朝からハンバーガー3つになるんですか？そうですね、あのなんかこの後、はい、いつ次に食べれるかわからないので。ああ、そっかそっか。そうだから今がっつりちょっと食べておく。ああ、そういうのありますよね、はい、今日の日程ってどうなるんですか？そうですね、まずこれからもうちょっとしたら銭湯に行って、まあ、ちょっとあの体洗ってゆっくりちょっと休憩して、はい、で今もほぼ6時なんですけど。そうですよ、6時半から銭湯が始まるんで、うん、まあ、それと同時に銭湯に行って、はい、でまあちょっと1時間半ぐらいゆっくりできたらいいなって思ってますね、はい、でまあ8時ぐらいに銭湯出発して会場に向かいます、はい、うん、あ、はい、今からは銭湯。はい、そうです。サウナ入るんですか？あ、なんか調べたらサウナはなんか夜しかやってないみたいで、はい、あ、そうなんだ。そうなんですよ、だからちょっと朝やってないんでお風呂だけ入ります。お風呂だけ。はい、これから多分1時間15分ぐらいここでお風呂をしたり寝たり、ね、してからまた8時に出たいと思います。あとじゃ済みか。サウナサウナと되게많네。지금이제7시40분인데요8시에만나자고하시더라고。아니되게계획적으로딱딱딱움직이는스타일이네。배울점도많은것같고또상쾌한기분으로조금피로가풀린것같아。한3 40분거리에있는이제그라이브공연장으로갈것같습니다。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょうど今8時3分前、はい、すごいちゃんと時間守って行動するタイプですね。あ、そうですね。でこれから会場30分、はい、40分ぐらい。そうですね、ちょっと昨日から気になったんですけど、はい、結構カバンが多いじゃないですか、はい、あ、そうですね。どういうの？あ、これなんかファイルとか。あ、これはなんか、まあ、みゆちゃんのなんか、はい、あの生誕祭のメッセージカードを集めてるんですけど。あ、で他のファンたちに書いてもらう。あ、そうですね。あ、はい、でなんかこのボードとかあとペンも持ってきてるんですけど。あ、シャトー書けるように。そうそう、すごい。ちょうど来てくれた人に、まだ書いてくれてない人にあの渡して書いてくださいって頼んで書いてもらってます。本当に一番だと思いますよ。スタッフしかいないです。9時20分入場で今8時50분입니다。 9시20분입장인데이제한10분전정도가되었고사람들이꽤여기서이제모이기시작했습니다。아마이제20분이되면은저쪽에있는저리로불려서한명씩들어가게될것같아요。 SS40님 지금 9시 반되는데요。 오후 7시까지여기서그냥죽을때까지공연보면서즐겨보도록하겠습니다。어지금피곤해보실줄안드셨는데。 아니어젯밤12시에버스를타가지고아침5시에도착을했단말이에요。근데버스다보니까잘못자잖아요。그래가지고잠을못자면내가좀약간민감해져요。그래가지고자꾸이걸좀너무가까이서찍는것도약간조금신경이쓰이면서좀계속자야될것같은느낌이들어가지고아직한또 2, 30분남았거든요。그사이에좀잘까싶어가지고좀잘게요。힘들다。
宴始まる 前には入るから、とりあえずちょっと待ってて、もしなんかドラドラすぐ始まるようだったら、とりあえずチェキ1枚だけ取ってすぐ戻る。でなんかドラドラなかなか来なかったら、あのもう宴行っちゃうから。ああ、だから宴始まるまでに入るわ。うん、後ろいるから。うん、왔습니다드디어유리지상이하도기다렸다는데오잘생각해봐이거안녕하세요안녕하세요宴のライブ移動しないと一回ライブの方に宴ね、はいはい、めちゃくちゃ珍しいからですね一回で終わってちょっと一回出るのはね、そうですね、初めて見ました。そうですね、まあ、友達がちょっとあの一緒にライブ見ようって言って、あ来るらそよ、ファインファイアルと。今日来ました。新幹線で。で今日日帰り。よく来ます。で新幹線で朝来て。はい。で終わって帰ります。明日どこで？渋谷。渋谷。で宴の。さっきあのテンションどこ行きました？あのテンションで今。あ今ちょっと。ああそうかそうか。めちゃ写真がめちゃくちゃいいじゃないですか。なんかめちゃくちゃ距離が近かったです。近かった近かった。ドキドキでしたか？今ちょっとだけどうしようどうしよう。今からどこ行くんですか？今からライブファームっていうまた別の会場に行きます。近いけど2回目のライブのところに、野外の方ですね。そうですね。この T シャツ何ですか？これあのオタク、オタクのオタクティーです。オタクのオタクですね。オタクのすごい。作ってこれ着てるんですか？そうです。やっぱオタク界では結構有名な。めちゃめちゃ有名。レジェンドです。レジェンド。やっぱりやっぱり。超一部の界隈だけです。すごい。もう名古屋とか来た時も知り合いになったんですか？なんかあの前言ってた全力少女あるっていう。はい。でなんか知り合った感じです。ああそうなんだ。うん、みんなそこ行ってた人たちなんだ。あーそうなんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。やっぱり知り合い多いですね。あーそうですね。実際今ちょっとちらっと聞こえたんですけど、はい、今日誕生日で、はい、年齢33歳。はい、やっぱり若いですね。いや若くないですよ。めっちゃ若い。いやめっちゃおっさんですよ。いやいやいや、でもやっぱり肌がいいから、はい、若いかなと思いましたね。あ、本当ですか？肌めちゃくちゃいいですよ。あ、そうですか。うんうんうん、あれ年齢よりも若く見えるってことですか？年齢よりも若く見える。肌は白くて。あ、ありがとうございます。はいはい。お兄さんですか？お兄さんです。一応お兄さんですね。もっと可愛く見えますね。